早速回してますけど、何とお呼びすれば、T さんで、某 T さん。いや、全然、グッチで。グッチさん。あ、いただす。あ、今、グッチさんですよ。はい。どうも。そうですね。お料理お得意だそうです。得意というか、好きなだけです。はい、今、僕がね、まかない作ろうとしたら、隣でもういい感じで出来上がってたんでね。お肉をさっき入れて、仕上げた感じですね。ああ、そうなんですね。で僕、朝からちょっと、鶏肉、はい、ちょっと今、解凍させてたんですけど、はいはい、これをどうアレンジしていきますか、そしたら。これはね、はい、あれですよね、今日のお昼のテーマは、みんなニコニコ親子丼ということでしたので、そばやってますけど、そばはそばで。これは、ね、はい。はい、とりあえずビールいきましょうかね。あ、ビールですね。はい、はい、ちょっとください。はい、どうも、エア乾杯で、どうも乾杯です。エア乾杯で、乾杯で、どうもです。これは伊勢の、あの二軒茶屋餅さんっていうね、あの老舗の餅屋さんがあるんですけど、そこの、まあ現在の多分社長さんが、クラフトビールね。でこれは多分 OEM で作ってるやつなんですけど、最初はね、あの委託で作ってもらってる。ちょっとテイスティングを、ちょっとね、一口、どんな感じか一言で言うと、コクがある感じの、ビターなビールって感じですか。もう一個のね、シントビールっていう神の都。ああ、僕飲んだことあります。あれはね、フルーティーな伊勢門屋ビールですよね。そうそうそう、あのね、そうそうそう、そう、うわ、やばい、こうやると真っ暗で、こんな料理ハサミで切るんですね。いや、普通はこんなことしないですよ、あの大体あの京都のラーメン屋で働いてる、こんなことしてたらね、ラーメン屋でもちょっと働いてたって。そうなんですよ、ね、結構ね、あれなんですよ、ラーメンとかつけ麺とかみたいなんですけど、職人さんって、ね、結構ね、武闘派なんで。ああ、そんな感じしますよね。そう、なんか本当そう、今綺麗にね、鶏肉を今ハサミで切ってくださいましたけど、ハサミで切るなんてね、普通はないと思うんですけど ね、まあ、でもね、まあ、まかない料理って感じでいいんじゃないですかね、はい、で、僕、こだわってることがあって、はいはい、普通ね、はい、料理するとき、フライパンで料理するとき、はい、一番最初何します？フライパンで油敷きます。そうですね、僕油敷かないんです。あ、敷かないんですか。最後に油。え、これだからさっきのそばのあれじゃないですか、代わりに油の代わりに、まあ、お水でもいいんですけど、今日はあのそば茹でたんで、そば湯をちょっと入れるんですね、これまあ電気調理器具なんで、あの水とかがないとあの、熱が伝わらないんで、接触してる部分しか火が通らないんで困りますから、そういうことか、水を油の代わりに入れるわけですよね、そうすると、まあ、火が通りやすい、で油をなぜ引かないか、油の酸、火をかける、酸化するわけですよ、そうすると胃がもたれる、はい、おならが臭くなる、腸内細菌が死ぬ、これをやめて、仕上げで油をかける。なるほどね、あ、それ逆転の発想ですね。そう、やってみたんですね。ここからこれは何ですか。これね、新公園って言って、新公園、はい、神の宝の塩って書いて、これブラックって書いてあるんですけど、はい、黒いんですよね、公園になったんですね、はい、で30種類 の、あの薬草が入ってるんですね、で、まあ、9回ね、竹の中で焼いた、はい、竹炎球灰焼きっていうのが入ってるんですけど、これね、還元力があるんで、還元力、血液が酸性になると、ドロドロになって血流が悪くなるわけですよ、それをきれいにしてくれる、還元してくれて、血液サラサラにしてくれる、お豆腐がね、入れます、あ、もう手で、あ、ワイルドですね、まあ、食感がね、ワイルドになる感じで、これ、まあ、梅の方がいいかもしれないんですけど、今優しくやれば、余ってるやつ使わないともったいないので、でこれね、この前買ってきた赤目の昆布塩、いろいろ出てきますね、これもまた健康のスペシャリストなんで、まあ、病院とかでね、いろいろ言っても原因不明で悩んでる人は僕に、ね、メールしていただければ、そう、無料で相談になります。わー、Thank you station。素材は大事に使いましょうね。やっぱ手つきがいいっすね。そうです、ね、本業は詩人なんで。詩人、詩人、詩人じゃないです。詩人じゃないですよ。詩人です。なるほどですね。はい。即興詩人喜び屋っていうのを、内宮のところで伊勢神宮のね、はい、内の宮って書いて内宮っていうんですけど、はいはいはい、ね、そこの方でやっております。はい、伊勢に遊びにおいでみんな。はい、入りました。ドーン入りました。ダーン。ドーン行きました。はい、ステイチューン。これ。
グッチーさん、なんですかまずこれは。今回してますけど。回ってるんですか。回ってますよこれ。うん、これなんか逆に来てんのこれ。これね。うん。ユニクロのフリースなんですけど、これ着てみたらいいんじゃないと思って着てみたらちょうどいい感じなんか俺なんかそういうなんかあんのそういうのがあんのかなって。いやいやいや、そういう逆に着てるだけ。着てみたらちょうどいいフィット感ですね。あ、すみません。はい、あ、じゃあちょっといただきます。はい、じゃあいただきます。どうですか？あ、なんかもう出汁が効いてる感じで。美味しいですよ。でこれから仕上げに向かっていきます、はい、あなたはどんな未来に向かっていきたいですかそれは終わりに言うのね、そのアクセントでね。はい、ステイチューン。ステイチューン、こんな感じなんですか。今ね、ボール取り出しましたね。はい、卵ですね。はい、はい、ね、卵です。はい、卵ね。形のアクセントもできるかもしれない。やってみましょう。で、混ぜて、うまいな。エブリワン、で、メグメゴ、ね、卵のエッグですよ。また食り込まは入れる必要ないですけど、はい、入れてみましょうかね。入れる必要ないんですか。どっちでもいいんですけど。はい。できました。これ全然使ってないですね。そうですね。ちょっと味入れてみましょうかね。そういえばね、忘れてましたね。忘れてましたか。はい、これ隣では何が入ってるの。これはね、スープカレーみたいなもんですね。はい、カレー風味ね。これカレー作ってたらね、アンジュさんがね、まかない作るの苦手なんですって言ってたんで、これをこれが渡りにくいですよ。ありがとうございます。いろいろないね、これね。やるしかないです。やるしかない。あー、ついた、色味ついた。いい感じで、いいんですけど、はいはいはい、あ、これね、薬味で上乗せて、緑、黄色、すごい鮮やかですね、これね。オレンジのね、はい、あの人参も入ってね、はい、ご飯はね、脳で食べるんで、はいはいはい、総合芸術で、ミネラル、ね、タンパク質、うん、酵素、素晴らしい、ね、これだからこれ火通さないよね。いよいよ、舌だけでね、味わうんじゃなくて、うん、音楽とかね、みんなで楽しむっていう感情とかね、そうやってね、楽しむことがご飯のね、大事な部分だと思いますし、ね、素晴らしいですね、はい。皆さんできましたよ。食べるよ。美しい、これマジ美しい。おいで、冷める前に食べるよ。まかない用のレベルを超えてるんだよ。超えてますね。お金取れますね、これね。全然いけますよ。飲食店やりますね。これで持ってる。素晴らしい。ありがとうございます。盛り付けも最高だよね。最高、ね、ありがとう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 。あ、ウクレレ持ってるな、ちゃん。いただきます。いただきます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。みんなも美味しいご飯食べてね。バイバイ。これマジうまそう。私もいただきたいと思います。また見てね。